川藤兄と申します。先ほどですね、携帯電話を警察が回収されたとおっしゃっておられましたが、回収した時期についてはいつなんでしょうか。私は最初から、持っておりません。忘れてきてしまっているので、はい、その回収した時期は私も定かに分かりません。それは警察からは説明はなかったんでしょうか。正確な説明はございません。あともう一点よろしいですか。先ほど現場のビルの方にもよく行かれるというお話があったようなんですが、で11階のオーナーの方と普通のお友達とおっしゃっておられましたけれども、普通のお友達とはどういう意味でしょうか。2、3ヶ月に一遍連絡を取るぐらいの感じです。次の方お願いいたします。読売新聞の矢野と申します。あ、こちらです。最初に地方の方と6人でお会いになったところなんですけども、ね、で11時15分ぐらいに出られて、その方々とは何時ぐらいにどこで、その方々とはその6人の最初に一番最初にお会いした方々とは何時にどこで別れられたんでしょうか。何時でどこに、どこで、その時、12時40分ぐらいに一度その場は解散しています。その6人の方とはそこでもう、いえ、その時にお帰りになった方と一緒に行った方もいらっしゃいます。残られた方とは現場になったビルの方に転戦されたということでしょうか。それで、解放された方と、海老蔵さんが解放された方と2人で飲んでたとおっしゃってたんですけども、解放した時点でその2人で飲んでて、海老蔵さんが解放されて突然まあ暴行を受けた、その暴行を受けた人たちはその時一緒に飲んでたって言っていいんですか、それとも付近にいたというか、どういうシチュエーションだったんでしょうか。根本的にその方と2人で一緒にいた記憶がほとんどでございまして、他の方々は別のところにいらっしゃったと記憶しております。別の部屋というかフロア、その階には一緒にいらっしゃったと思います。あ、ただその個室にはいらっしゃらなかったという、そこら辺はちょっと定かではございませんが、はい、近くにはいらっしゃったと思います。その残られた方、最初6人いらっしゃって6人で最初に殺されて、残られたのは何人残られたんですか。その6人というか私を含めまして7人なんですけども、その後に2人友達が来ています。じゃあ9人になって、9人から何人になったんですか。9人から4人がお帰りになりました。残りは5人で次の店に伺いました。で、海老蔵さん以外の4人の方はどの、もう暴行を海老蔵さんが受けた時点で、その海老蔵さん以外の4人の方はもうその前にお帰りになってしまいました。それがいつ頃かってとか何回かっていうのはあまりご記憶にはないですか。それともいつ頃で何回かは記憶にございます。どこで何時、それは11回でございまして、2時から3時ぐらいの間に皆さん帰ったと思います。次の方。します。以前お伺いいたします。海老蔵さんにお尋ねいたします。まず長期の謹慎生活になるんじゃないかということになりますが、具体無期限の謹慎ということになりますが、具体的にその期間、自分の生活態度をどういうふうにイメージしていらっしゃいますか。例えば山にこもるとか、座禅を組むとか、あなたの考える謹慎生活というのはどういうイメージなんでしょう。まだその事実を最近受けたまわりましたので、どのような生活を明確にするというような計画もまだございません。これからゆっくり考えたいと思います。はい、もう一点は昨日が誕生日で33歳の
大きなターニングポイントを今迎えていると思うんですが、はい、今まで自分が歩んできた人生とこれから歩んでいく人生を考えて、今思っていることをいくつか、どういうことを考えられるか、つまり今までの人生は自分にとって何だったんだろうという思いがあるかと思うんですが、そこから明日への道筋をご自分なりに説明できれば教えてください。もうすでにこのことがありましたから変わったと思います。こうしていこう、ああしていこうというようなきちんとした目的はございませんが、今まで昔以上にきちんと常識を持って人に優しさを持って感謝のできる、そして喜びを共に分かち合えるような、幸せな豊かな心を持てるような、より人間になりたいと、今はそういうふうにしかお答えできません。次の方お願いいたします。すいません、日本テレビの江口と申します。2点質問があります。まず1点目は、暴力団のリーダーと聞いて先ほど怖いと思ったとおっしゃいましたけれども、早く逃げたいと思っていたと思うんですが、なぜそういった相手に介抱をしたのか、その点をお伺いしたいんですが。やはりその怖いと思ったんです。で、失礼のないようにと思って、その場ですぐ立ち上がることはやはりすぐできませんでした。逃げることはできなかった。まあ、その場でいきなりは逃げられないと思うんですけど、とにかく失礼のないように一緒にお酒を飲めればと思いました。最初の方からだいぶ酔っ払っている方だったので、それを意識して失礼のないようにとは思っていて、そしてやはり酔っ払った様子だったので、できる限りのことをしようと思いました。あともう一点なんですが、そうですね、今のご質問は暴力団のリーダーとおっしゃいましたけど、これは暴走族の誤りですよね、はい、失礼しました。あともう一点なんですけれども、まあ故意ではなく、お酒を飲んでいて相手の勘に触れるような発言は、されたような可能性はございませんか。私としてはそのような発言をした覚えはございませんが、それが勘に触れてしまったかどうかはやはりございません。ありがとうございます。次の方お願いいたします。フジテレビの徳田の大村と申します。2時か3時に5人の方と飲んでらっしゃって、でお別れしたという友達と、でその段階ではその元暴走族のリーダーの方との接点というのはあったんですか。はい、皆さんがお借りになる前に、接点がございました。で、向こうから声をかけていたのか、海老蔵さんの方から声をかけていたのか。それは正確にははっきりとどうだったか覚えてないんですけれども、多くの方がいらっしゃったので、そのこんにちはという感じで皆さんと楽しくいたということの中でありました。その後そのテキーラとかシャンパンとかお酒を飲んだ記憶があるということで、はい、まあ、こう例えば2人になって盛り上がって一気に飲もうとか、お互い次ぎ合ったりとか、そういうふうな、そうですね、それは常識の範囲内だと思いますが、2人で飲んだ記憶もございます。で、雰囲気が悪くなった、何がきっかけかというのは記憶はないんですか。雰囲気が悪くなったと言いますか、だいぶ酔っ払っている感じになってしまったということが引き金になっているのではないかと思います。で、怖い人がですね、酔ってしまって寝ちゃったらチャンスと思ってそのまま海老蔵さん退散しようと思わなかったですか。それが本来そうしたかったと思うんですけど、それができなかったということが今日のことだと思います。今回の痛い思いされましたけれど、ご夫婦の絆というのはこれを機に深まったというふうに思いますか。先ほどもお話
しさせていただきましたが、本当に夫婦の絆は深まっているとは思います。